おはようございます。スリコー TV です。これ、先日1月とかにね、ちょっと海外に旅行することがあって、現地の釣り具屋さんなんかね、巡っていたんですけども、その時に購入してね、あれどこしまっちゃったっけなぁ、なんて思ってね、で、ようやくね、こう、二ほどきをして、いろいろね、整理していたら出てきたんで、これね、買ってきたんでご紹介したいと思うんですけども、まあ、ハワイのね、POP ってお店に行って、そんでまあ、いろいろ現地のルアーとかね、態度がわかる釣り雑誌買ったりとか、いろいろ買い物してたんですけども、これが気になってね、これね、すごいね、ごついんですけども、まあ、これ、シマノって書いてありますよね。これ日本で見たことないなーと思ってね、スーパーなんだ、ロングノーズプライヤーみたいな感じでね、買ってきたんで、そろそろね、シーバスなんかもね、バチ抜けパターンとかね、いろいろまあ、ハクについてるのとか、ベイトフィッシュ好きのやつとかね、含めていろいろ連れ出しているので、ちょっとここら辺スタンバイしていこうかなーなんて思ってね、これ、ちょっとね、じゃあ開封していきますね。まあなんか、こう、いろいろ説明は書いてありますが、ちょっと読めないため割愛させていただきます。ということで、これね、ブルータス、ブルータスツールズって書いてあるのかな。すげえかっこいい名前ですね。まあ、シマノっていうことでね。いや、ここと、はい、ここを切れば、さあ、おお、来たー、これ。いやー、これは、なんだろう。でもね、先端はね、細いんで、ちょっとブラックバスなんかでもね、あー、ちょっと口の奥にね、飲まれちゃったねー、なんていう時なんかの、いや、重くてちょっと、使いづらいかな。まあ、わかんないんですけども。でもこれ良くないですか？こんな感じでしっかりね切れそうなね、ここにはラインカッターもついていて、そんでもってスーパーロングノーズでね、こうなんだろう、脱落防止のこういったなんか作業の時とかにね、ポロって落ちないような、あ、これがあればちょっとね、ビタンビタンね、暴れている。で、あんまり近づきたくない魚なんかをね、釣った時なんかも結構安全に、こう、遠目でも外せるんじゃないかな、っていうことでね、買ってきてみました。メイドインチャイナって書いてありますけどね。まあでもね、ここにね、こう、シマノって入っていて、どうですかこれ、ありじゃないですかっていうことで、結構ね、まあ、海外旅行とか行ったら、現地にね、釣り具屋さんとかね、探せば大概あるので、そういうところに行くとね、なかなか日本ではお目にかかれない、こういった謎のね、外国っぽいみたいなね、やつも売ってるんで、でも、これなんかはね、どうだろう、日本なんかでも売ってんのかな、あればね、買っちゃいそうですけど、あんまりちょっと、こういう小物コーナー好きでね、見に行くんですけども、初めて見たんで、で、すごいね、しっかりとした作りで、いい感じですよ。ただね、今ね、こう、持ってみたら、まあ、ちょっと重いってことで、ちょっと重さも測っておきたいと思いますね。ルアーじゃないんですけども、シマノのですね、ブルータスツールズシリーズのロングノーズプライヤー、これ何グラムでしょうか、290g か。290g 来ましたね。昨今のね、軽くなったリールと比べてもね、格段に重いんだなっていうね。まあでもなんかこういう道具ね、男心上がりますよね。なんか、この無駄じゃないんでしょうけど、この無駄に長いね。友達に、なんだろう、あ、ペンチ貸して、あ、いいよって言って、こう、貸した時、なんだこれってね、その瞬間のためだけに持って行ってみようかな、どうしようかなってね。まあでもね、何にしても本当具体的なところだと、シーバスなんかでも、例えば、赤絵がかかっちゃったよ、ね、針ビッタンビッタンして、ね、この後ろに毒針があったりしますんでね、そんな時にこう、遠目で、ルアーを、えいって外したりね、ちょっと触るのは苦手だな、ね。
なんとか岸に上げないで遠目でこうルアーだけちょっとつまんでクイッてね外したいなとか、そんな時にねこれ大活躍してくれること間違いなしじゃないかななんて思ってね、一つ買ってみました。あれ欲しいなんてねいっぱい要望が出ればどうですか、日本とかでも、ね、見かけるようになるんですよね。どうですか、案外日本って売ってるんですかね。初めて見たんですけど、まあ、ここにはこう島のっていう風に書いてありますけども、まあちょっとねせっかく買ったんで今年ね、いろんな釣りでこれ使ってみたいと思いますので、海外のですねちょっと小物コーナーね、そのペンチとか、いろいろ売ってるコーナーとか見ると夢がいっぱいだよっていうことで、ご紹介です。これシマノのブルータスツールズの、ロングノーズプライヤー、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。